こんにちは。昔はお嬢さん、川島美恵です。激辛クイーンの私は、プチ大食いでもあるんです。プチですよ、プチ。そんな私が去年の夏からほんのり妄想していた商品が発売されてました。ペヤング激辛超大盛りギガマックス。去年の夏にギガマックスが発売されてましたけど、それの激辛バージョンが出たらいいなぁと思ってたんです。ちなみに私、去年のギガマックスは14分くらいで完食しております。すっごいお腹いっぱいになったけど。あ、動画はありません。今年はその激辛バージョンにチャレンジします。中身は大きな麺が2つと火薬と激辛ソース。麺、熱い。知ってました？2は火薬を麺の下に入れるらしいですよ。そうすると湯切りした時に蓋に火薬がつきにくいそうです。 130ml のお湯を入れて3分。湯切ってきました。キャベツを下に乗せてるから麺しか見えませんけれども。では激辛ソースを入れます。ソースっぽい香り。混ぜ混ぜしますね。ソースの匂いの中に辛い匂い。重い。下にいるキャベツたちが姿を現さない。菜箸とかで混ぜた方がいいかもしれん。まんべんなく混ぜるのはちょっと大変。まあまあこんなもんで、別にタイムアタックじゃないけど測ってみようかな。いただきます。なかなか辛い。後からゴワーってしますな。すするとちょっとむせそうになるくらいには辛い。おお、唇しびれとります。ということは結構辛いんだな。うん、辛くて美味しい。ソースの偏りがあるの気になる。このあたりがソースが馴染んでないんだよね。男の人って結構味にムラがあるの好きな人多いですよね。私はまんべんない方が好き。美味しい。ちょうどいい辛さ。普通のペヤングよりも好きかも。普通のペヤングってスパイスがついてるじゃないですか。あのスパイスが美味しいですよね。ここにそのスパイス、胡椒的な感じのやつを足したい気分でいっぱいになってきた。と思ったら胡椒が歩いてきた。胡椒を足そう。刺激物が大好きなんです。うん、黒胡椒のスパイシーな感じがいいね。ペヤングのソースには胡椒っぽいスパイシーさがすごく合うと思います。いっぱいあると感覚が狂って一気にいっぱい取ってしまいがち。そして口の中がいっぱいになってハーってなります。ご注意を。私だけか。半分ぐらいなくなったのかしら。ちょっとお腹膨れてきた感じ。もう少し辛くしてみようかな。去年のギガマックスは普通のペヤングだったので途中でちょっと飽きちゃったんですけど、今年は辛いやつだから飽きずに食べられる。ペヤングあるあるだけれども、野菜が下に残っちゃうんだよね。だからスプーンがあるといいね。入れようかな。胡椒のスパイシーさいいね。キャベツがすっごい甘く感じる。これだけの量があると最後の方にキャベツを食べるっていうのはさっぱりしてなかなかいいね。最後の一口いただきます。うん、ごちそうさまでした。あ、19分49秒で完食でした。ペヤング激辛超大盛りギガマックス、とっても美味しかったです。適度な辛さで私は去年のギガマックスよりも美味しく食べられました。飲み物とか箸休めのぬか漬けとか用意してたんですけど、なくても全然大丈夫でした。お腹も去年より苦しくない気がするな。もうちょっと食べられるかも。見てくださってありがとうございました。言わずもがなの2136キロカロリー。